一体大変でガス、あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわよ。そうですわね、私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざかかるのじゃ。ここまで来れば大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かんなじゃ。え、もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで皆さんは。わしはディルク、この世界を王として束ねる者じゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながらその原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんてとても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、うん、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？おう。そうかしら。ただの幼馴染よ。ね？ああ。幼馴染。素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ、行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないと。ね。はい。さあ、参りましょう。よし、町から魔物を追い払って族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。それじゃこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。
Thank you.
それにしても二人ともずいぶん落ち着いてるでゲスね。あしなんかこっちの世界に来た時はそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。でもそう見えないってことは多分一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。正体はバトルレックスか。ちっ、やりにくい相手だぜ。テリーさんがためらうのってよっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。が強敵には違いない。気をつけろ。you
すべて読み通りだ。ですわね。